まあ、何の話かというとですね、まあ、不思議スポット、まあ、左はね、まあ、三里芝桜公園なんです。なんでね、まあ、行けないのかなと思ったんですけど、まあ、こっちの道なんですね。まあ、昨日とはね、打って変わって、まあ、いいお天気になってます。そうですね。まあ、ダート、こっから、まあ、砂利道になるのかな。ちょっとしたね、貯水池。まあ、左側はね、まあ、芝桜公園、まあ、シーズンオフなんでね、誰もいません。でも家族連れがね、まあ、犬の散歩に、まあ、来てたりなんかはしますね。こっちだったのか。まあ、これでね、また行けなかったらなんかがっかりなんですけど、惜しいところまで生きてたんですね。あ、この看板ですね。世にも不思議の木。左20メートル、200メートルか分かんないけど。なおも未舗装路です。ソーラーパネル、すごい。あー、見えてきましたね。ここだったのか。あ、確かにね、まあ、鳥居の下の部分が、まあ、赤いお魚になってます。そうだな、車の止め場所は、すごっ、世にも不思議な不思議の木、駐車場。まあ、駐車場って書いてあるけど、ここでいいや。ね、ここならよく見えるもんね。はい、知る人ぞ知る三里町の不思議スポット、世にも不思議の木、やってきました。はい、向こうからやってきました。まあ、こういったところですよ。まあ、これがね、まあ、こちらの、まあ、シンボル的存在です。わあ、すごいね。まあ、鳥居にね、見えなくもありませんけど、まあ、お魚です。八正道。朝の挨拶元気よく。
誰にも負けない思いやり、笑顔で合唱素直ちゃん、まず我が心に天国を、時間を守るは誠の印、良いことすぐに真似しよう、うっかりせずにしっかりと、願いは一心お百度参り。なるほど。はい、不思議な鳥居をね、入ってまいりました。数多くの石仏群ですね。まあ観音様でしょうね。そしてこちらが、世にも不思議の木。まあ、樹齢200年。観音様が寝ています。まあ、こう見ますとね。まあ、そこの部分でね、枝が二股に分かれます。そして、上の部分でね、また、つながります。まあ確かにね、不思議ですよね。はっはー、こういったこともあるんですね。ではもう少し奥へ行ってみましょうか。はい、世にも不思議の木、まあこちらにございます。まあ、ここからね、まあ、石仏スペース。交通安全水庫。ほっほう。入学勝負。県立入学課程。まあ、具体的ですね。ああ、道祖神、縁談。そして、商売繁盛。その隣には、まあ、なんて読むんですか？がん、病気？あ、電気？まあ、ちょっとわかりませんね。まあ、病気併癒でしょうね。まあそちらにね、建物があります。行ってみましょうか。はい、そちらのね、まあ石仏群、まあ各ね、まあご利益ごとに特化されていましたね。まあこっちに来ますとね、まあ宝くじですか。すーご、まあ一番最初にね、貼り付けた人、まあ勇気がありましたね。
まあ、このような感じになってます。まあ、足元にはね、まあ、石仏やっぱりございます。でもこれだけね集まってるんで、まあもしかしたら、まあ宝くじね、まあ、当たるんじゃないかなって、そんな気がしてきますね。ではね、まあこのぐらいにしときましょうか。世にも不思議の木。はい、ご視聴ありがとうございました。